はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。今日ね、ちょっと緊急でございます。ちょっと緊急で、一応ね、いろいろ調べてたんですよ。トリコデルマについてね、いろいろ調べてたんですけど、どうもトリコデルマって、キッチン室を分解する能力が、普通のキノコ菌に比べても、めちゃくちゃ強いらしいんですね。いや、トリコデルマっていうのは、僕がね、この菌床産卵セットちょっと失敗しちゃったんですけど、キノコのね、菌糸の中に出てくる、こう、青いやつね。これ、青いやつ。ここに出てるかな、よくね。これって、トリコデルマっていう、こいつもね、キノコの菌糸なんですけど、白色球菌のね、仲間を、食べてしまって、まあ、その中にあるオガを、残ったオガをね、分解してしまうというね、キノコ菌なんですよ。菌糸ブロックをね、どんどん培養してる中で、こいつはね、どんどん発生してきて、まあ、結局ね、これ以上培養ができなかったっていう話があったんですけど、ちょっとね、このトリコデルマ調べてると、まあ、もちろんね、白色球菌もこのキチン室、昆虫のね、外骨格を形成してるキチン室を分解する能力がまああるんですけど、キチナーゼっていうね、酵素を出すんですけど、トリコデルマっていうのは、他のキノコ菌をね、溶かして食べるときに、このキチナーゼをめちゃくちゃ出すらしいんですよ。すなわち、菌糸を食べるときに一緒にね、卵の殻も溶かしてしまう可能性があるかもしれないという事実がね、発覚しまして、まあ、これについてはね、誰も触れてなくていろいろ調べたんですけど分かんなくて、まあ、ただ間違いなくキチン室を分解する能力が他のね、白色球菌に比べてもめちゃくちゃ強いらしい。かなりね、強いらしくてですね、実は卵、昆虫の卵も結構分解しちゃいますよっていうね、使い方をわざわざして生物農薬としてね、農業で使われてたりすることもあるんですよ。ということで、これね、かなりトリコデルマ出ちゃってて、で、結構メスもね、餌食べてる様子があるんですよ。どうもね、ちょっと餌かじってるっぽいんですね。で、上にね、頻繁に出てきてるのは知ってました。ここにあったオガとかも全部中入っちゃったりとか、ちょっとね、顔出してたりする時もあったんですけど、まあ、なかなか取り出せずにいたんですけど、今日はもうね、3週間近くね、経ってるんで、ね、もうね、割り出しちゃおうと思います。すなわちね、今日は二次クワガタの割り出しでございます。いや、マジでね、超緊急なんですよ、はっきり言って。いや、僕ね、ちょっとわかんないんですけど、これ本当にそれが悪いのか？要はそのトリコデルマっていうのが、菌がね、トリコデルマっていう菌がたくさん出た時に、卵が菌に巻かれちゃう可能性が高くなるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、でも多分ね、いろいろ調べてると、この卵の殻を分解する能力が非常に高いらしいので、まあ、もう一週間ぐらいでね、割り出そうと思ったんですけど、今日はもうね、早速割り出しちゃいます。多分メスもね、元気にしてると思うんで、一応ね、休憩してもらって、一応卵もね、何箇所か見えてるんですよ。どこだったか。さっきもね、一箇所見えてたと思うんですけど、卵もね、結構見えてるんで。わかんないんだけどね、本当にどうなのかっていうのわかんないんだけど。あー、なんかこれやってるとわかるけど、これ、柔らかいなぁ。これ一応、河原菌糸の菌床産卵セットなんですけど、あからさまに、僕も前回もね、同じようにやったんですけど、あからさまに柔らかいですね。オッケー。ここにメスいる。で、一応これはね、1月6日に、組んでる産卵セットですね。卵があったのはどこだったっけな。ここにね、一応ここに1個目。あ、一応ね、ポンポン跳ねる感じなんで、大丈夫そうではありますね。空間をね、作ってくれてるから木に巻かれてるってことはなさそう。はーい。この子ね、黒い子ですね。いや、頑張った。これ前回の菌床産卵セットで一応ね、47個の卵を産んでおります。もうすでに、32、3個ね、もう孵化はしてるんで、しっかりね、卵を産んでれば受精卵間違いないです。かわいいね。頑張ったね。不節が1個もうなくなっちゃってるけどね。この子はね、もう1週間、2週間ぐらいちょっと休憩ですね。餌をね、食べそうなんで、このまま休憩します。はい、じゃあね、1個はゲットしたんだけど、確かもう1個、わぁ、すげぇ、青くなってるな、これ。見えます？ここに。卵あるけど、ほら、青いカビみたいな、多分トリコデルマが結構ね、侵食してる。これやばそうだよね、正直。あー、でも卵いっぱいありますね。はーい、2個目。お、あった。3個目、めっちゃあるな、これ。うわ、この子めっちゃ心配。この子めっちゃ心配だな、なんか。カビがね、まとわりついてる。カビじゃない、トリコデルマか。もうすでに4つか。5個目これ見えるかな、これ。めっちゃ産んでるな。あんまりね、そのトリコデルマがどうこうとかあんまり関係なく、しっかり産んでるのは産んでる、これ。
あんまり関係ないのかな。ちょっと僕がね、心配しすぎな可能性あるんですけど、ね、禁酒瓶とかでもね、この青いやつあんま出てくるの良くないよねっていう話があるんで、で、どうも、キチナーゼっていうキッチン室をね、昆虫のね、クチクラとして、まあ、機能してるキッチン室をね、どうも分解する能力が高いらしいんですよ。なんで、ちょっと心配。ちょっとわかんないですけどね、それに関しては。はい、6個目かな。ただ、めちゃくちゃ産んでる。めちゃくちゃ産んでる。前回47個産んでるとは思えないぐらいは余裕で産んでますね、この感じ。一応、瓦丈は瓦丈なんで、まあ、色見てね、わかるように、ちょっと普通じゃないよね。全然白くないんですよ。なんで、まあ、トリコデルマがね、もう襲いかかってきてるのは間違いないんだけど、でも産んでるな、これ。はーい、ここにもありました。で、前回ね、47個産んで取れたやつもですね、一応もう30数個ね、孵化が確認できてるんで、しっかりね、いい卵産んでくれてるとは思う。あー、この卵もちょっと青くなっちゃってますね。ただこの部分にね、めちゃくちゃまとまって産んでる。うわ、またあった。めちゃくちゃ産んでんな、マジで。すげえ。ちょっとびっくりするぐらいは産んでるの。やっぱこう、アウトブリードはいいのかな？ちょっとわかんないですけどね。もう一個組んでる方は、一応多分同じ腹から出てきた兄弟で、まあ、類代してるんですけど、この黒いお母さんは、まあ、別のね、血統の、虹色なんで、多分アウトブリードになってると思うんですけど、アウトブリードだからいいのかな、これは。まあ、それぐらいしか逆に心当たりないって感じですけどね。この辺は、逆にね、見てもわかるように、綺麗な感じなんで、オガの色がね。あんまり侵食されてないですね、トリコデルマに。多分トリコデルマだよね。普通のオカビってことはないと思うんですけど、ね、ここにね、ありますね。これ産んだばっかりじゃない、これ。あ、あれか。これ産んだばっかり。これ多分産んだばっかりですね。最近掘った場所だからかな。最近掘った場所だからあんまりトリコデルマが入り込んでないのかな。おお、もう一個ある。なんかめちゃくちゃ細長いんだけど、多分産んだばっかりでしょ。はい、ありました。いや、でもやっぱ産んでんな、ちゃんと産んでるの偉いな、すごいわ。はい、ここにもありました。虹色クワガタっていっぱい産むとき何個ぐらい産むんだろうか。僕正直、まあ、30個産んだら、もうそれ以上はなんかあんまり飼えないなぐらいの気持ちでいたんですけど、まあ、一応ね、スペースはまだ全然確保できてるんで、こんなに産むとは思ってなかったな、正直。ここにもありました。ここにもある。ここにも。卵は結構ね、細長いの見ると結構つい最近まで産んでたのかな。結構ずっとじゃあ産んでるのかな。餌を食べ出してたのを気づいてたんで、餌食べ出した頃は一旦休憩してんのかなと思ったんですけど、結構産んでるっぽいな。いや、ちょっとね、見落としがありそうなぐらいは産んでる。はい、ここにもある。これはまた爆産っすね。2回目と思えんな、こんな産むの。同じ場所からもう1個、ここにもありました。はーい、まだまだ出てくるね、これ。はい、終わったー。ちっちゃいな、これ。まだ産んだばっかりかな。おー。この子も孵化しそうだな、これ。かなり膨らんでますね。おー、これ、こいつもなかなか大きくなってるね。孵化しそう。おー、と思ったら1個落ちてる。はーい。はい、やったー。あったー。いや、マジでめちゃくちゃ産むやん。僕ね、虹色のブリードね、今回が初めてなんですけど、ていうかまあ、クワガタのブリード自体が初めてなんですけど、これ絶対よく産んでくれるいいメスをね、多分たまたま購入できたんだと思います。ビギナーズラックもいいとこですね。前回このメスはね、47個産んでるんですよ。でも今回も結構産んでる。すげえな。当たり外れ的なね、ことがあるのかな。やっぱり個体差が、産む量って結構違うのかもしれないですね。はい、いました。よく見たらここにもいましたね。はい、これでね、一応ブロックは終わりかな。ここだけかな。はい、これで一応、ブロックは終わったかな。いや、めちゃくちゃ産んでるっぽいな、マジで。あー、一個あったぞ、今。かなり見落とししてそうですね。このね、一応粉々にした部分は、卵の管理には使おうとは思ってるんですが、あとね、ばらせてない部分はまた別にね、置いときましょう。だから、これをちょっとさすがに、しっかり見ておきたい。いた。やっぱ見落としてんな。見えるかな？いた。おー、いるいるいる。全然見落としとるな。
全然見落としとるわ。はい、ということでね、一通り見終わりました。一体何個の卵が取れたかな。一応前回ね、同じメスがですね47個卵を産んでおりました。で、また別のメスでもね、僕サナセット組んでるんですけど、その子はねまだ2回組んで2ヶ月間で4つしか取れてないという事態がありましたので、緊張サナセットをね、あの僕がうまいわけじゃなくてですね、たまたまこのメスがですねかなり金賞産卵セットを気に入ってくれたというだけでございます。もうそこだけは勘違いしないで、これがうまくいったというわけじゃなくて、たまたま本当このメスが僕のとこでよく産んでくれたというのでね、たくさん産んでくれました。で、1回目47個で、2回目がね、これちょっと見にくいんですけど、一応ね、これ全部見えるとこ、土が入ってるとこはね、全部なんで、1,2,3,4,5,6 でしょ?6×5,6,30,1,2,3,4,5 35個、すごいな。総勢で何個、47個産んでたんで、35と47で、82個、やば、82個産んでますね。すげえわ。いや、すごいな。はい、爆産でございました。まあ、1回目も爆散してたんで、2回目ね、どのぐらい体力続くかなと思ったんですけど、さっきもね、見てもらったように、見えるかな？潜っちゃってちょっと見えないんですけど、一応ね、この子まだまだ元気で、多分1日2日この、プリンカップの中入れてたら、またね、元気出て、餌食べると思うんで、またちょっと2週間ぐらいをね、境にまた産卵セットね、組んでいけたらなと思います。まだ元気かな？さすがにこんだけ産んだらもう産まないかもしれないんですけどね。ということで、今日は26話型の金賞産卵セットのね、採卵という感じでございました。このまま続いて、またね、次の動画を撮っていこうと思うんで、またね、この卵をね、ゆうたどんな風に管理してんだというのをね、また動画にしていこうと思いますので、もしよかったらね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。今日の動画ね、ためになったよとか、参考になったよとか、ぜひね、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、よく産んだ。大成功。